の新情報が発表になるということで、なぜか私またサンライズさんにお邪魔しております。なんとサンライズさんお引越しをされたということで、お引越しおめでとうございます。見てー、ホワイトベースのこれ、お水もらい放題嬉しいとっても綺麗な新しい会議室で撮っております。はい、ということで重ね重ねサイバーフォーミュラ放送30周年おめでとうございます。はい、私、前回あれは何月ぐらいだったんですかね、5月、5月に、キャラソン CD ボックスの宣伝動画の方に出演させていただきました。たくさんの方にご覧いただきまして本当にありがとうございます。それなんか音楽商品のっていうのは一体私は今日は何をすればいいんでしょうか。手紙がありますね。担当さんからサンライズの封筒に入ってるぞ住所新しいやつになってるぞ、新しい封筒です。もう何でしょうか、読み上げたいと思います。え、ななとあつこ様、はい、平素より大変お世話になっておりますから始まるの平素より大変お世話になっております。2021年5月に公開した動画フューチャーグランプリサイバーフォーミュラキャラソン CD ボックスを強火オタ榎本敦子が徹底紹介で書いてある作品愛を爆発させデジタルリマスターされた商品を魅力たっぷりに紹介してくださり本当にありがとうございました。たくさんの反響がありまして関係者一同代表し感謝を申し上げます。つきましては、2020年より展開しておりますサイバーフォーミュラの音楽商品デジタルリマスター企画サウンドツアーズシリーズの公式アンバサダーを担っていただきたく筆を取らせていただきました。ぜひお受けいただけたでしょうか。声優なのにもうやめませんぜひお受けいただけませんでしょうか。今後ともサイバー愛をブーストオンしていただきますようお願い申し上げます。2021年11月サイバーフォーミュラ宣伝担当より重大な時にしかつけないビビアンのネックレスもう一丁裏で来てますよ。あ、そうですか。ということで公式アンバサダーに榎本敦子就任です。ありがとうございます。ご覧の皆さんに改めて言いたいんですが、サイバーフォーミュラには出演していません好きなんです、すごく好きなんです。ということで、じゃあサイバーフォーミュラのお力になれるなら、精一杯アンバサダーやっていきたいと思います。ありがとうございます。ちなみに私キャリア長いですけど、アンバサダーという職業は初めてです。とっても嬉しいです。ありがとうございます。それではこちらに用意してある企画を読んでいけばいいんですね。私は宣伝をしてまいります。なんとなんと、あーすごい、なんとだーん、11枚組のドラマ CD ボックス受注生産にて商品化企画スタートでーす。わーついに、よかったです。あれもあれも商品化されるんでしょうか。全ドラマ楽曲のデジタルリマスターを実施するそうです。で、あ、ここ大事だ。これまでの大きな違いは、今回は受注数に応じて特典内容がどんどん豪華になっている仕様となっているそうです。なるほど。でもちょっと意味がわからないと思うので、ちょっと細かく説明していきますね。まずは、ファーストコーナー。あ、コーナー名がついてる、最高じゃないですか。ファーストコーナー、500個の注文で商品発売決定。あ、ちょっと待って。企画はスタートするけど、商品化決定してない、まだ。なるほど。500個の注文で商品発売が決定します。11枚組デジパック、書き下ろしイラスト付き三方セボックスと、歌詞ブックレット24ページ。月。そして、セカンドコーナー。セカンドコーナーは700個達成で、歌詞ブックレットが48ページにボリュームアップ。いきなり倍じゃないですか。なるほど。そして、あ、サムシング吉松さんによる、スカッとサイバーエモン書き下ろし新作掲載。これは一大事です。なるほど。あ、こういう細かい連載が結構サムシング吉松さんやられてるんですよね。新作ということで楽しみにしたいと思います。そして、ドラマ CD に関する福田監督の新規インタビューを収録。これめっちゃ聞きたいじゃないですか。あれ、これ多分当時のこういうインタビュー
ビューって多分なかったと思いますよね。ドラマ CD っていう単体ではなかったと思います。新規インタビューですからね。今思う当時のこうサイバーホームランのね、今振り返る魅力みたいのがあると思うんで、ぜひ聞いてみたいですね。そしてサウンドツアーズで書き下ろされたビレイラストを収録。なるほど、これか、これか、これですね。今日ね、いっぱい後ろに飾ってあるんですよ。これだ。このロゴとか抜きにしてイラストだけでやってくれるってこと、重要です。ロゴなしのイラスト重要です。そしてサードコーナー1000個。なるほど。1000個達成でボーナス CD 追加。ボーナス CD って何？金丸さんはじめキャストによる新作ラジオ番組収録。キャストと福田監督によるトークに乞うご期待だって、やばいじゃないですか。あー、やばい、もうこの椅子がすごい動く。なるほど。当時金丸さんピクチャーランドっていうラジオをねやられてたんですけど、それ関連ってことですかね。はい。そしてフォースコーナー、これが今用意されているコーナーの最後のコーナーですね。フォースコーナー1500個。1500個達成でついに新作オリジナルオーディオドラマ。なるほど、すごいじゃないですか。これは皆さんのお力が必要ですということでございますね。これで、特設サイトの方で今どのくらいどのコーナーを回っているよっていうのが分かりやすくなるようになっているそうなので、そちらをご覧になりながら、ぜひ応援よろしくお願いします。受注期間なんですが、来年2022年の1月10日月曜日祝日まで、ムービックさんの特設サイト限定での受注生産商品なので、必ずそちらから申し込んでください。概要欄にね貼ってあります。そして発売は2022年の春頃だそうです。そっか、まだ制作をしてないってことですよね。それはこの1月10日に締め切ってから制作に間に合うんすか。頑張る。でもあれですよね、早めにこう例えば700個とか達成したら随時発注発注。大変。これはもうファンの皆さんとスタッフ一丸となって取り組む企画でございます。ぜひ応援よろしくお願いします。さすがにですね、私が1500個一人で買うわけにはいかないですので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。ちなみにこのね、何個っていうやつはですね、一応このサイバーフォーマルシリーズのこの今までの売り上げとかをこう考えていけるのではないかという数字になっているということですので、皆さん一人一人がですね、ぜひポチッとしてくれると、しかも早めに、いいですか、発注しなくてはなりません。これ大変です。インタビューだって監督忙しいからね。はい、皆さん早めにぜひ概要欄からお申し込みください。そして、今回さらにファン参加型企画が用意されております。その名もウェブで復活サイバークラブ。はい、皆さん覚えていますでしょうか。今こちらに CD をねありますけども、これね、ハイネル&プーデリアンの今これブックレットがあるんですけど、ここの最後のページのところにいつもこのイラストコーナーっていうのがあって、インタビューとイラストとかが載っていたページ。まあ皆さんすごく覚えていると思います。当時雑誌にこういうお便りをこう送るっていうコーナーとかいっぱいあったんですけど、CD に載ってるっていうのは私も結構斬新だったように感じております。これ一生ものですよね、ここに載ったらね。はい、それをですね、2021年に特設サイト上で再現してみんなで楽しもうという企画です。開催期間は受注期間と同じく2ヶ月間。専用メールアドレスでメッセージもイラストも受け付けるということで、詳しくは特設サイトで確認してください。イラストが描けないよっていう方も、ぜひなんかラジオ投稿みたいなイメージで、こういうところが好きだったとか、ああいうところが好きだった、なんかこの動画を見ての感想でもいいですし、例えば達成したらこういう企画をしてほしいとか、こういうのが見たいとか、そういうのもぜひお寄せいただけたらと思います。さあ、絵師の皆さん出番です。あの頃の絵師さん、そして現役の絵師さん、いろいろいらっしゃると思いますが、同窓会ですのでぜひ参加お願いします。そして当時一緒にですね、サイバーフォーミュラを応援していたっていう方が、お友達にいらっしゃる方はですね、こんなのやっているよとぜひ教えてあげてください。あれですよね、過去絵とかでもいいんですか。なんか書き下ろしとかじゃなくって、当時この当時っつったって、当時から今まで何十年もありますから、その間に書いたものでも良いということですので、ぜひ過去絵もですね、もう一人何個送って
でもいいですよね。もうこちらで選ぶってことですもんね。全部載るということじゃなくて、採用不採用はあるんですけれども、全て受け止めて私が見させてもらいます。全部こうポチポチっとイラストはい、ですので、ぜひお寄せください。これあれですよね、このイラストを見たりとか、このコメントを読んだりとかする配信とか動画とかやりたいな。ファン配信みたいな、やりましょう。やったやった、アンバサダー活躍、やったやったはい、ということで詳しくはですね、公式ツイッターさんの方で、そして次回の動画ではですね、この11枚組の CD にどんなものが収録されるのか改めて私が紹介したいと思います。これね、今ね、これは一覧すごくない？これで今までも収録されたものもあるんですけど、次の動画では今回のドラマ CD ボックスの方に何が入るのかを榎本が、紹介したいと思います。すごいな、私公式アンバサダーですか。ウィキペディアに書いてください、誰かって頼みます。サイボーフォーメロサウンドツアーズ公式アンバサダーに就任ってちょっと書いてくださいね。ウィキペディア職人の方よろしくお願いしますはい、ということで大興奮でまたサンライズさんに、お邪魔して、とても大変光栄です。皆さんがですね、前回の動画をたくさん見てくれたおかげで、前回のキャラソンボックスを、皆さんが買ってくれたおかげで榎本アンバサダーになることができました。皆様のお力になれるように、一生懸命活動していきたいと思います。はい、ということで次回の動画でお会いしましょう。サイバーフォーミュラーサウンドツアーズ公式アンバサダーの榎本敦子でした。私実はこれを聞いたことがない。